はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー60エディション続きやっていきたいと思います。今ね、チェンのね街にねモンクソウがいると言ったんで、まあ来たんですけどね、あの裁きの光というもので狙われてね、私の子供が中にいるのお願いです、助けてください。マッシュ、お、セリス、今助ける。待て、俺が動けば家が崩れ落ちる。まず中にいる子供を助け出してくれ。あまり持ちそうにない、早めに頼むぜ。く7分、早めに頼むぜ。だってブラッドソードね、これ大事か。ギガントードナイトウォーカー、エルメスの角がいいかもね。リボンとリボン持ってるもんね。これブラッドソード危なかったな、装備したら。あれだ、アンデッドだよね多分。ホーリードットね、ハイパーリストね。やばいっすね、間に合うかな。あれ青魔法だよな多分。スピードアップね、エーテルね。グラム、グラムって何だ。スコーピオン、おい、2600って。やっぱリボン必須だね。大東海4って。完璧欲しいな。怖いよ、大丈夫さ、はい、ああ、ダメだ。
もう一回ぐらいあるかな、戦闘。あー、勝った。間に合った。待ったぜ。他の組み合わせないかな、敵。ちょっと調べたいから別のとこセーブするね。マッシュ生きていたのね。当たり前よ。たとえ裂けた大地に挟まれようとも俺の力でこじ開ける。もうみんな死んでしまったかと思っていた。希望は絶たれてしまったと思っていた。けど、諦めちゃいけないよね。生きてるかもしれない。みんなを探して、そして。ああ、ケフカを倒し、平和の世界を取り戻す。これで十分ですね。この人は強いからね。東に行くと、モブリス。ね。この子の命を救っていただいて本当にありがとうございました。うん、怖かったよ。ゾンビや石化などのステータス攻撃をしてくる怪物、ちゃんとアクセサリー身につけていれば怖くありませんよ。何か美味しい話はないかね。結果に逆らえば、あの塔のように焼き払う。とりあえずここにセーブさせていただいて、多分ないと思うけどな。あ、やり直したらくそ、もう持たねえ兄貴、後のことは頼んだぜ。こうなるんだ。まあ敵は変わらない、あの感じでよかったんだね。入り口の目の前まで来て間に合わない時もあった。ずっと攻撃だったら間に合わなかったね。あの宝箱の4体は魔法で倒さないときついかも。まあそんなもんかな。まあ2人いるからね。まあ、マッシュは結構簡単でしたね。強っ。こっち街あるよね。何チョコボか。お、世界が引き裂かれてもチョコボはやめるもんですか。だって
まあ、ここに行って、まあ、右に行ったらモブディズがあるんだけど、どうしようかな。ここ多分チョコボの森だよね。あれ？多分そうだと思うんだけど、違う？違う。違ったな。まあ戻れなくなるってことはないと思いますけど。うわ、誰か来た。インカネーション？何それ。あと何だっけ、グランブってやつ取ったよね。なんであれグランブって。怒りを意味する名を持つ暗黒剣、剣。フェニックスの方から作られる薬、戦闘不能者を完全に復活させる。ああ、ああなるほど、完全回復系か。眠れる。こっから先には行かせないぞ。僕たちだって戦えるんだ。待って、ティナ。ママ、この人たちママのお友達？みんな生きていたのね。会いたかった。ティナ、一緒に行きましょう。ケーキカを倒さなければ世界は破滅してしまう。ええ、パパもママも僕たちをかばって死んじゃった。リーンとカタリーナは僕たちの中で一番年上なんだ。ティナがママで、二人はお兄ちゃんとお姉ちゃん。ティナお姉ちゃんのことみんなママって呼んでるんだ。ティナママを連れてっちゃうの？ティナがいてくれるなら僕たちが頑張れる。この村にいた怪我をした兵隊さんも死んじゃった。マジか。光がみんなを、みんなを。父さん、母さん。ああ。ちょっと、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 なあ！ディーンとカタリーナがキスしてるとこ見ちゃった。それ聞くために、ティナママ連れてっちゃうの？ここは俺たちの国だ。勝手なことされちゃ困るぜ。まだ子供だね。ティナはみんなの心の支えなんです。ティナがいてくれたからみんな頑張ってこれました。私。戦う力が消えてしまったの。
世界が引き裂かれた日、この村の大人たちは警府官の裁きの光から子供たちをかばって皆死んでしまった。あのせかせか働いてた人も死んじゃったんかな。こっちを狙ってる子供たちを。いやーひどいね。パパママ。ここは子供たちだけの村、そしてここにたどり着いた私を子供たちは必要としている。ティナを取るな。ディーン、ごめんなさい。でもティナがいなくなったら私たち支えを失ってしまう。あの子たちがなぜ私を必要としているのかはわからない。私があの子たちを守らなくてはならない理由なんてない。でも何か変な感じなの。そしてこの感情が私に芽生えた時、私から戦う力がなくなってしまった。何か分かりかけているような気がするの。はっきりとは言えないけど、でもその答えを見つけようとすればするほど私の中から戦う力がなくなっていく。ティナはみんな、そうだね、大変だ。フンババがこっちにやってくる。これ後で行った方がいいのかな。大地が引き裂かれた時、そっから蘇って古の怪物フンババ。この村は私が守る。しっかりしろ。クソ、来るぞ。これ爆裂剣とかどうなんだろう。攻撃能が強いね。やっぱりもう戦う力がない。ママしっかりして。私ここに残るわ。一緒に行っても足手まといになる。それに子供たちは私を必要としてる。しかしティナ、もう少し時間が経てば、今私の中に芽生えようとしているものの答えが出れば。ね、ということで戦う力を失ってしまったティナさんね。フンババを追い払ってくれてありがとう。奴の撃破台からこれが外れて落ちてきたのを拾ったのあげる。お、魔石フェンリル。ちょっと待って。あれ？やっぱここ取り忘れてんのかな。
まあ、今度探してみようね、あれね。とりあえず、まあどうしようもないんで。ね。今回ここまでにしましょう。まあ、マッシュ仲間に入れて、子供作ってね、まあ、ティナの会えましたもんね。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。